はい、えー。というわけで、日本の老舗でございます。はい。えー、老舗とはということで、はい。えー、3代100年、同業で継続し、現在も正業であるというところが、えー、トットノレ会という江戸の老舗のホームページに書いてあります、えー。老舗企業を100年企業というふうに定義した場合にですね、3万3000社日本にあるそうです。 はい、えー。なので、かまつるさんがある、えー、静岡にもたくさん老舗の企業がございます。はい、で、現在内閣府知財計画ですね。内閣府も注目しておりまして、2020年、2021年と、クールジャパンの観点からプロモートするべき老舗を定義しましょうということを掲げてくれています。はい。えー、伝統はイノベーションの連続であるということで、 本日はですね、かんまつるの5代目ご当主、えー、二見ひかる様にお話をお伺いしてまいります。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。ありがとうございます。お待たせしました。はいでは早速、えー、本日の内容に入らせていただければと思っているんですけれども、えー、最初、冒頭ですね、えー、お店の紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、かしこまりました。もう早速でいいですかね。ははい、はい えとまあ、見ていただいているのは熱海の前景ですね、えー。静岡県の熱海市になります。えー、熱海市ってこう、熱海という漢字を見たときにあの、熱海と読む人がいないぐらい、うん、あの有名な温泉地になります。うんうん ただ、あの、熱海という名前が先行して、神奈川県なのっていう方もいらっしゃるという、<laughs> あの、そういうような立地ではありますね。えー、人口としては3万5000しかいない小さな町で、あの、目に見えているところがもう町の半分という状況になるというぐらい、あの、小さい町ですが、見ての通り、こう、海辺にずらりと、あの、ホテル旅館が立ち並ぶというのが熱海の地形になります。はい。えー、次のスライドでいいでしょうか。はい。 えその中でまあ銀座通り商店街、昔からある商店街ですけど、この中にあの弊社であるかまつる干物店があります。えー、次のスライドでいいですか。 はい、えー。こちらがうちの本店という格好になりますけれども、まあ、江戸時代の終わりから、あのー、創業してまして、えー、ただ、この周辺、大きな火事があって、えー、創業年が正確にちょっとわからなくなってしまってます。ただ、まあ、あの、親子でつなぎながら、親子5代ということで、あの、私が5代目をさせていただいているというのが、あの、弊社かまつる干物店になります。はい。また、あの、初代の父親は、あの、網元でして、あのー、 まあ、地元の漁師をまとめる役ですね、そういった役をしていて、屋、えー、号をマナリ屋というふうに言いました。のに、えー、鳥が鳴くという字ですね、はい、実際にはこう漁師をしていて、たくさんのお魚が取れるとこう、煮干しにするのに釜が良くなると豊漁で縁起がいいというところから釜なり屋。えー、で、釜を始めた初代が鶴吉という名前でしたので、 えー、両方のあの頭文字を取ってかまつるというのがうちの屋号になってます。はい。えー、まあ干物というものをそのまま成り合いにして、えー、と江戸へ送るというような商売をメインでやりながら、えー、当時というしてあの熱海にいらっしゃる温泉のお客様にやっぱり干物や魚を提供するというのが、うんえー、うちの仕事としてやっていたことですね。はい。 鎌成りのエピソード面白いですね。これ実はね、すごいことですね。皆さん知らない話ですね、結構、ね。そうですね。もうちょっと話させていただくと、マ、はいえー、成りア平七という、まあ、初代の父親になる、あの、漁師は、はい、えー、網元ですが、えー、罪人でして、えー、八条島流しという、あの、江戸時代の極刑になっておりまして。<laughs> えー、ただまあ、それがですね、あのー、重税に苦しむ民衆の方を味方をして、えー、最終的には勝訴するんですが、 えー、そういったあの正義のために行動したけれども、まあ、江戸時代の,あの漁民一揆の首謀者は、まあ、謀反として重罪ということで、一人罪を背負って八条島流しになるという、まあ、昔の英雄のような存在だったというふうに言われてますすごいですね、なんかそれはなんか歌舞伎とかの題材になっちゃいそうな瞬間みたいなエピソードです,す,ごいですね、そうですね、なかなかあの思い切ったことをしたというのは <laughs> です、ね。 わすごいですね、ご先祖様相当気合いが入ってたっていう正義の味方だったという話もはい、はいありがとうございますそして、えー、商品の,ものでっ、ねはいえー、とやはり干物屋ですので、あの旬な干物を扱った商品ということで、あのーまあ、詰め合わせが主になってくるんですが、えー、基本的にはこうお中元やお歳暮、あのギフトとして、えー、鮮,鮮度のいいお魚を送りたいというお声をいただきながら、こういった商品を作らせていただいています。 はいありがとうございます、はい、でですね、えっと、こういった干、えー、物、えー、事業として展開されているということなんですけれども、あのお店の、えー、命名のです、ね、ルーツもお伺いできて、あの非常になんか嬉しい思いなんですけれども、えー、そんなです、ねえっと川鶴さんにです、ね、二見さんがあの育たれて5代目としたと告がれたと思うんですけれども、えっと、自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか。はい えっとまあ、私、5代目として継がせていただきましたが、まあ、あの兄は2人いまして、まあ、その兄はこうお店を継がずに、あの一番下の弟にこうお鉢が回ってきたような状況にはなります。えー、今が44歳になりまして、えー、こちらで会社を継いで21年経つと。 まあ、ほぼ半分会社で仕事をしてていいるようなな感じになっていまだ、まあ、その前はあの大学を卒業して、えー、一旦ちょっと築地とかあのそういったところで少しだけ修行をしましたがあのうちの工場長がやはり引退をしなきゃいけないということからもう帰ってきなさいという話になり、まあ、あの前工場長とは1年間一緒にあの魚を勉強させていただいてその後工場主任としてあの仕事をさせてもらいました。うん まず、そのどのくらいのタイミングからその後を継ごうみたいな、その築地に行ってた段階では、ある程度覚悟は多分されてたんですよね、きっと。そうですね、意外と継ぐというふうに考えてたのは、もっと早くて、あそうですかはい先ほどのやらなかった兄が、あの店は弟に任せてと、高校文集に書いてあり、<laughs> これはお鉢が回ってくる可能性があると。でまたあの まあ、昔からそうなんですがお店の上に自宅として住んでたものですから、はい、子供時代やはりバブル期というのもあってすごく店も賑やかで、はい、まあ活気もあってで住み込みの,あの社員さんとかもいてこうすごくワイワイしていて、うん、会社ってこう楽しいんだなっていうイメージがあって、まあ、あの継ぐということ自体にあまり抵抗はなかったですね。高校2年の時理系から分転して まあ商学部とか経営学部がある方が商売としてこうつながりが持てる方が増えるかなと友達が増えるかなというところでもうその辺からも意識してたようなところですかね。高2年でもそこまであの人脈どうするかとかまで考えてたわけですね。それは。うん、やはりこう先代あの三代目4代目もその自分のつながりの中からこう熱海に遊びに来るも含めて。うん。 この後ご注文いただくお客様であったりとか、うん、そういうネットワークをこう感じる場にはいたので、うん、まあ意識としてはあったんだと思いますねそうですよね、商店街の中にもいらっしゃるし、いろんなこうつながりを感じながら、お仕事をされてますもんねそういった中でですね、あのまあ、今、そうですね、なるほど、なんか、もう結構やっぱり、普段から干物を食べたりっていうのもしてたんですか。 えっと、そうですねあの、干物はもちろん、朝ごはんの中心にこう食べることは多かったですし、あのはい、うちの場合こう、鮮魚からあの干物を仕上げることが非常に多いので、あのお刺身として食べるというのもあの、仕入れた魚をそのまま自宅用にしてしまうというようなことも<あ>あのやってたり、そうですよね、あのまあ、じゃあ,そのじゃあこれはど、この分はどうしようかとなれば、じゃあ、うちで食べるかみたいな部分も当然出てくるような話もあるかもしれないので。 まあでも、そういうのでやっぱり年間を通じてお魚をいろいろ食べて、あのー、詳しくてらっしゃる先代とか先々代と一緒にご飯食べるといろいろ学ぶようなこともあったんでしょうかえっと、うん、3代目も4代目も夕方になると家にいないものだっていう、はい、<laughs> 認識でしたね。あのーまあ 先ほど先祖の話ではないんですが、街の,のことをいろいろやってることも多くて、うんはい、会合に出ることが多い、はい、まあそういった形を幼少期の頃はあの感じながら過ごしていて、まあ、父親というのは夕方になったらいなくなるものだというふうに思って、まあ、夕飯はあまり一緒にはならなかったのとあのなった時もあるんですがあの、その時お店の営業時間が朝の7時半から夜の10時まで。うん お店をやっていたので、うん、夕飯を食べたらあの母も祖母もすぐまた仕事に戻るみたいな <laughs> そのぐらいこう忙しい時代でしたはい素晴らしいですねそれだけね多分売れてたっていうことでもあると思うので素晴らしいなと思います、はい、じゃあ割とそのお魚の味とかは、まあ、美味しいものを毎日食べてればなんとなく身についてくるようなそんなそんな,なんか特別こう普段のご飯からこれはこうなんだよみたいな話でもないっていう感じなんですかね雰囲気としては。 うん、やはり鮮度のいいお魚はすごく食べさせて,もらっていただきましたし。そうね、そううのもうのずとわかってくる感じですよね。はい。あの、やはり東京へ出た時とか、こう、うん、お刺身がこう食べにくいというか、<laughs> やっぱりそういう、ちょっと <laughs> あの実家に帰って食べようみたいな感じはあります、ね。やっぱりこう、地元でお魚取れるエリアの皆さんって、同じことを一応におっしゃるんで。はい 東京来て築地あるのにこれかみたいなことみんなおっしゃられるんで、ああ、そうなのかなみたいなね、えー、東京育ちから屈するとそういうもんなんだろうなみたいなもんですけども、はいえー、とそんな二見家なんですけれども、えー、二見さんのお家には何かこう、家訓のようなものってあったりするんでしょうかそういや、えーと、家訓みたいなものがやっぱりあまりないですね。 ただこう今回の一番初めのテーマでもあった通りでこう変化と挑戦みたいなところっていうのはあの常にしていくっていうのはあのなんとなくマインドとしては持ってますねなんかそれは言語化して社内でこう繰り返し言ったりみたいな,なんか掛け声とかみたいな,な,なんかこうまとまったりしてるようなものあったりするんですか標語みたいにあそうですねちょっとこう長めにはなってしまいますけど品質方針のような形で まあ最後の方にはこう変化と挑戦に向かってっていうのは入れてありますね。あそうですか。はい。じゃあ、そういったところをじゃあ社員の皆さんに折、えー、に触れてお話をされているということです、ねはい。はい。じゃあ、変化と挑戦を受けて、えー、っと今まで来られたということで、えー、っと後半の部分でですね、ぜひ、えー、っと今のですね、 5代目に至るまで初代からいろんなチャレンジをされてこられて、イノベーションの連続で来られていると思うんですけれども、その内容についてお話をお伺いできればと思いますが、はいかがでしょうか、初代とかはまず、どんな形だったんでしょうそうですね、まだ江戸の末期とはいえ、熱海というのはすごくその保養地であったりとか、あの まあ文豪であったりとか、えー、明治時代に入ると陸軍の大将とか、うん、そういう方が非常に熱海に当時に来られたり別荘を所有されたりという方が多かった時代です、うん、でその時代の人たちっていうのはあのやはりお金も当然あるので、まあ、一般的な干物として有名なアジとかあのそういったことだけではなくて、まあ、もっといい魚も食べたいと。うん 通常、干物にするのにはもったいないと言われるようなダイですとか、鯛、まあ、とか、そういったものも干物として作ってあの提供するような、地域として、えー、と価値の高いものを作るっていうものをやっぱり、あのー、やっていたっていうのは聞きましたね。 なのでそこまで、そうですね、さらにその初代の前がそのまさにその八丈島のご先祖様がいるわけですけれども、そこからこう初代との,この切り分けポイントというか、初代とその前の代っていうのは、何をもって切り分けられてるんですかやっぱり干物屋さんをはおはめになられたというところが、一つ大きいででしょうかそうかそすね、えっと、やはり罪人は罪人だったので、そこでこう、はい、漁師としての権利を全部取られてしまうんですね。 家族と離婚をして、一人で罪を背負って流されるものですから、なるほど残った家族としては母と兄弟とおじさん、おばさんとかっていう形になっていく、でそこからこう商売をなんとかしていかなきゃいけないところで、カマツルという屋号にしながら、加工という部分であの商売をしていく、魚を扱っていくというふうになっていきます。 そうですよねあの釜なりとっていう話でこうそれぞれあったものを、えー、まとめられて釜鶴となったというお話をいただきましたけどもなのでまあその鮮魚いわゆる漁業、えー、漁師さんとしてやっていった部分とまあえー、さらに干、えー、物と合体してみたいなところで初代で親になられて、えー、新しくスタートしたっていうことの扱いって、ね、そうですねはいなんかこう初代がお初めになられた時に干物って 農家さんっていうのは結構周りにあったような時期なんでしょうかはい、えっと、実際にはやはり産業として、熱海は先ほどの地形の通り、海山が近いのであの、あまりこう、田んぼでですとか、あの、うん、そういう、えー、地場産品として取れるもの自体が、農作物よりも海産物になってくるというところから、うん、漁業に関わる人たちはすごく多かったです。その中でこう まあ交通の便も正直、伊豆半島ってあまり江戸に対して良くないものですから、なるべく日持ちもするということで、加工品をあの作っていくというふうなことは、技術としてあの伝統的にあるということになりますね。なるほどですね。で、えー、初代が干物屋さんをはじめになられた、まあそ、そもそもそれ自体がそのイノベーションというか、ゼロイッチというところで、はい、なっれてたのかなと思うんですけれども。 2>, え2代目以降の話もお伺いでできますでしょうか、はい、2代目以降になると、今度、むしろ熱海がどんどん有名になっていきます。湯治場としても有名になっていくんですが、あの鉄道を含めてあの、交通網がだんだんあの熱海に来やすい環境になってくる、まあ、そうするとより多くの人が熱海にこう泊まりに来るということで、今度は生産する量を多くするという時代になっていくと,いうところですね。はい なので、えっと、2代目の頃で言うと、もう明治から大正にかけてということになりますでしょうか。はい、いいそのぐらいになると思いますはい、ねえー。ですので、まだ、えー、熱海に、えー、ウェディングのツアーが来るような部分はまだそのあとになると思いまあ後です。ね、はい。ねじゃあ 明治大正時期でいろんな鉄道が整備されて今まで以上に熱海に人が来るようになって、まあ、観光地としても,もう基礎が、えー、さらに積み上がってきたというそういう時期なんですよね。そうです、ねはい、なんかこう初代と2代目その時期の違いがそれぞれあるのかなと思うんですけれどもその明治大正ならではの商品を出されたりとか何か新しい工夫を2代目がされたとかいうお話は残っていらっしゃったりしますか そうあの基本的にはあの、まあ、魚と塩しか使わないあの商品ではあるので、大きく変わってくるということはあまりないですね。あのただ、需要が多くなると、大量に作らなければいけないと、在庫量が増えるので、あのそういった意味での、えっと、冷蔵庫はまだちょっと先にはなるんですけど、えー、保管という意味での,あの作り方の変化はあったようですね。あそうですねじゃあ作り方を、その需要の伸びに対して工夫をされ始めたのが2代目ということなんですよね。 はい、ありがとうございます。で、そして3代目ということで、だんだん、はいえー、近づいていきますが、えー、3代目で何か新しいイノベーションとか、やられたことあるんで。はいまあ、よく3代目であの店は潰れるっていう話もあるんですが、<laughs> やはりうちのあの3代目も、やはりご多分に漏れずお金をよく使う人だったようですけど、<laughs> <laughs> あのこの時代っていうのは、熱海はも最も良くなった時代だったので、そうですね、逆に言うと、あの 使う量量よりも入っってくる量が多かかたのかなとあなるほど。この時代になってくると、旅館ホテルが大型化してきてあの、大きい旅館ホテルさんのご主人とこう付き合いをするかどうかというところで、商売取引が1件決まるだけで金額が大きく変わってしまうというような時代ですね、やはり団体旅行であの800人の宴会ですとかで、そこに対して全員にお土産がつくとか。 そういうものが毎日のように行われていくっていう格好になると、一件のお付き合いがあの大きな利益を生むといういあの旦那様としてのお付き合いみたいなところがあの、祖父の時代は多かったんじゃないかと思いますね。 百0 0人の宴会とかって今、考えられないですけど、当時はあったわけですねそうですね、一つのお座敷に800人入るっていうことが、<laughs> やっぱり旅館のステータスみたいなところもありましたね。 800人,すごいです800人って言う多分、だからそのお魚だけでも一晩で売り上げが100万超えてきちゃうような感じの感情になっているそうですね、その頃は現金しかないですからね、旅館、ホテルさんは段ボールに現金どんどん入れて、踏みながら入れるぐらいの感じだったっていうふうには聞,か <laughs> 聞いたことがありますね。すいいいいですねそんなな時代また来てくれるといいなという心待ちして <laughs> <laughs> はい えでなので、3代目の頃に、その頃はもう昭和に入られてるような時代なんですね。ウェディングのブームとかも起き始めてる時期でしょうか、はい、そうですね、はい、ウェディングとかでもやはり使う方は多かったですね。ウェディングで来られると、やはり周辺の方からこうご祝儀をもらいながら旅行に来るので、やっぱりお土産を買う量が、はい、あのやっぱり1人につき何個っていう数が多かった時代ですね。 そうかまだ、そのなんというか、えー、オ l r a イズ三丁目の夕日じゃないですけど、まあ、隣近所も付き合いがあってみたいな時代ですから、そのお土産って言ってもかなりの個数買ってくれるので、はい、まあ今みたいに一つ、二つちょろんと買って、家族に渡すみたいなとはちょっと違いますもんね。そうですか、そういう,そうか需要のそうです、ね、宴会のスタイルも違えば、そのお土産の持って帰り方もずいぶん種類が変わってきたというのが、あのその頃ということですよね。 はい、そして4代目になってくるわけですが、4代目で何か新しい取り組みとか、やられたこと4代目で新しく取り組んだ大きなことは、飲食店を始めたことですねやはり干物を店頭で干しながら売っていると、これが食べたいんだというところから、じゃあ、うちで飲食店をやって、店頭の価格で食べられる干物や、干物や直営ならではのお店として、そういうものをやっていこう、で作って売って食べられるというところまで実現しようと。 いうふうな取り組みをしたのが四代目の大きいところだと思いますね。この時期はまだまだ、あの、人の、流入っていうのは多い時期だと思いますので、まあ、そういったところで、さらに飲食事業も。積んで、まあ、二階だって三階だって売り上げしてたってことですよね。うん、そうですね。まあ、あの、相変わらず量は、あの、権利がないので。はい、あ、漁業権、漁業権はない分、あの、競り権で魚を買いながら。はい。っていう格好で、はい、あの。 まあ地盤としてなるべく魚の利用を増やしていくというふうな感じになると思います、はい、あなるほどそうですよね要は自社での,その一つ販売ルートといったあれですけれども、はい、まあ自社としても需要を作れるルートを持っておけばさらにまあ元の干物屋さんとしてもまあ消費してもらう量を増やせるっていうことですよね。 そうですね。干物というのがどうしても買って帰っていただいて焼いて食べるものになってしまうので、うんあの、リピートするのが家に帰ってから思い出したようになってしまう。まあ、それがその場でこう食べておいしいと思えば、その場で買っていくと、ね、焼けるということがやっぱり一つ大事だった。ところですゼ、ね、ロ、ね、回と一回がもうその場で成立しちゃえば、それはもう無敵ですよね。はい。それは強いなだから飲食店が必要だったんですね。 飲食店とやっぱり小売店となると、少しあのお店の運営とか、あの社員さんの,あのかかってもらい方って変わるような気もするんですが、なんか変化があったりとか、あの学びがああっっったたりっていうのはあったんでしょうかおっしゃる通りで、そのやはりこう販売だから、あの今度、職種を変わって飲食の方にというのは、なかなか難しくて、結構切り離されてしまうところが多い、まあ、それを干物という中心の食材でつないでるというのがあの、そのイメージだと思いますね。 紐のスピリットでみんなつながってくれてるってことですよねはい、はい、なるほどありがとうございますはいそして後藤大にすいませんお待たせいたしました、はい、<laughs> 光さんの第5代目になられて、はい、ということですがいかなるこう取り組みをされていきたかった教えていただいておいます、はい やはり僕はあのネット関係というところが一番大きいんじゃないかと思います、えっと、まあ仕入れから入りましたので、えっと、なるべく地元の魚を集めて専門店になるというのを初めの5年10年ぐらいは心がけていた部分が大きいですねそれまでは地元の魚というよりも安定した魚というところを扱うところが大きくて あのまあ、冷凍の原材料を使うことも多かったんですが、まあ、私が仕入れを行うようになりながらあの伊豆半島周辺で獲れる魚を鮮魚で仕上げるというふうなことを心がけてあの魚と塩しか使わないその魚の予さによりこだわっていくというところを実現していたところです。で年間通すと六60種類ぐらいの魚種があるあの干物の専門店として立ち位置を作りながら、うん それを売っていくというところで、あの4代目からホームページはあったんですが、オンラインショップのほここあを手掛けていくというふうな形を取っていったというところが、一番大きいですね。はい、あのスターマークも、です、ね、老舗通販というサイトです、ね、かまつるさんご一緒いただいているんですけれども、本当に新しいいろんなプロダクトに、えー、チャレンジされているなというところで、異性えもあるんですよね。 そうですね地元でやっぱりまずは高い食材なので当然手が出ないわけですけど毎日市場に行くことによってすごく相場が落ちるときがあるんですね、うん、まあその時にあちょっと試そうと <laughs> あ<の>、うん、やってみようというところからあのあこれはすごくあの付加価値が上がる商品というところから定番化してただ禁量期間はちょっとなかったりすることがあるんですがすごくあの年末年始のご贈答時期には人気の商品ですね。 そうですよね。やっぱりこう需要の変化と言いますか、その生物が各家庭で毎日のように食べられてた時期っていうのもあるんですけど、えー、最近のこう世の中のあの変化っていうのは感じられることもありますか？やっぱり大きくは魚の需要が落ちているというのは大きい問題ですね。やっぱりそれにはこう骨の問題ですとか、あの調理のしにくさみたいなところがやっぱりお肉より。 お肉の方がちょっと優勢になってきてるのかなっていう感じはしますね。まあね、私お魚大好きなんで、あのぜひ皆さんお魚ね、日本人的にも食べてもらいたいなと思いますけれども、はい、なんかこう今おやりになられているまあインターネットとかの取り組みを始められて。 えというところで、例えばそこは販売のその接点作りというご努力を、はい、あの飲食店の先代が作られたりとか一緒だと思うんですけれども、えっと、他にも、なんか製品面でいろいろご努力されてるというお話もお伺いされました、お伺いしました。はい、なんか今、見せていただけるものとかあるんでしょうか。あ,ありがとうございます。えっ、ー、と、はい、まあ、うちで自家製させていただいてる、ちょっと干物ではないんですが、ちょっと映っちゃう、映っち,う映っちうあそうです、そこらへんです。はい、じゃあそこでストップしてください。はい。あ、大丈夫です。ここですね、はい これがえっとうちで作ってるアンチョビですね。すごいです。はい。えっと、干の屋というのは、えっと、はい、塩蔵と乾燥の技術がありまして、はい、アンチョビはその塩蔵だけを使って作ることができます。 毎朝大市場に行く中でカタクチワシがこう大量に入荷する時があって、まあ、逆にこう肥料として使われてしまうような値段になってしまうんですね。まあ、それを少しでも高く買えないかというところも含めて、あのアンチョビを作ってみようかなというふうに思ったのがこれですね。実際にはその海外のものですと、えー、1年ぐらい塩漬けにして、あの寝かせたカタクチワシを3枚におろしてオリーブオイルにつけるのがアンチョビの作り方なんですけど。はい まあ、あえて鮮度のいいものがあの手に入るので、もう海外にはない熱海、もしくは日本オリジナルのものとして、鮮度のいいアンチョビを作れないかなという形でこう考えた商品ですもうジャパニーズアンチョビですね。そうですね、やはり鮮度の良さっていうのは、日本人からすると結構魅力的な部分だと思うんですが、こうあえて癖がないアンチョビとしてこう作ってみようというところでやった商品ですね。 いいですね、もうアンチョビ大好きなんで、ピザとかに皆さん、ぶつかっていただければと思うんですけど、他にも、はい、あのプロダクト、あられるんですよ、ね、そうですね、コロナをきっかけに、えー、ちょっと開発しようというところで、あの設備投資もしたところなんですけど、干、えー、物というのが先ほど言ってた、塩蔵と乾燥の技術なので、えー、火は使わないんですね。 そうすると保存が長いものとか、すぐ食べられるものというのがあの提案ができなくなってしまうというところから、えー、火の設備をあのコロナ禍の中であのお金をか,かけてあの設備をしまして、そこで、えー、考えていったのが、えー、イブスという、うん、もう一つの技法を足すことによって、燻製する商品を作ろうというところで、えー、作られたのが、このよいしょ。 チョビくんという名前になってますけど、地元で取れる本ガマスを使った、小さめな本ガマスを使ったカマスジャキーキこれがちょっとちぎって食べると非常にうまい。<laughs> という商品ですねカマスジャーキーで食べられるのは、い白身で癖がなくて、あの意外とこうちぎりやすい。<laughs> そしてこう、無添加でうちの場合、すべて作っているので。 あの製造原料としてはかますと塩だけになってしまう、うん、あの煙は原材料に入らないので、あそうなんですね、はい、純粋にかますと塩だけの燻製商品です、ね、なんか、どっか苦労されたポイントとかあるんですか やはりこう火を使ったことがないというのが<ー>あの大きくありまして、まあ燻製自体も、はい、あの初めてやる中でこう結構そこを試行錯誤する、あとは燻製した時と火物の塩加減を同じにできるかっていうところで燻製の時間をこう考えたりというところであの苦労したところがあります、ね、わあそうですか。まあなんかでもそういうプロセスを経て今新しいイノベーションを経て今。 商品が出てきたということですよね。そうですね。はい。わ、えー、かりました。ありがとうございます。えー、そんなお話をお伺いしている中で,です、ね。あっという間にお時間の方が、えー、残りわずかとなってまいりまして、はいえー、最後にですね、えー、まとめの方をお願いしたいんですけれども、見ていただいて皆様に向けて、二宮さんの方から、えー、お願いできますでしょうか。はい。えっ、ー、とー、まあ、熱海という知名度がある中で、あのー、 実はこう商品を作ってるメーカーというのはむしろ少ないんですね。やはり観光というサービス産業に寄ってしまっている町ではあります。 その中でこう長く、えー、商売をさせていただいているということから、一度こう使ったことがある方あの、熱海を聞いたことがある方は多いんですけれども、やっぱりそこでこうどんな食生活があったのかというところから、あのぜひ干物を召し上がっていただいて、あの日本伝統の食文化ですので、えー、その一端としての干物あの、また無添加で作りながら鮮度のいい干物というものは、あまりあるようでない商品と。 いうふうに思いながら残していくべきだなと思いながら取り組ませていただいてます。ぜひあのオンラインショップと買いやすくさせていただいている部分がありますので、ぜひ商品とご覧いただいてあのお試しいただければと思います。はいあの、定番のですね、アジとかですね、金銘とかですね、えー、ショコラとかも干物、えー、以外にもありますので、ぜひ皆さんチェックいただければと思います。 はいえー、それではお時間参りましたえー、鎌鶴五代目御当主のえー、二見光様に今日はお話をお伺いしました二見さんありがとうございましたありがとうございますはいえー、お届けしましたのはえー、本日もナビゲータースターマーク林正勝でございました伝統の良いもの現代へえ日本の老舗でございましたありがとうございました二見さんありがとうございましたありがとうございます